ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。はぁ、嫌になっちゃうわ。霊夢、何をしているんだ？魔理沙から借りた歴史の本を読んでいたんだけど、何年に何とかの戦いが起きただとか、何年に誰が生まれただとか、わからないことだらけで困っちゃうのよ。3000年間分の歴史なんて覚えられるわけないわ。数字を一つ一つ覚える必要はないさ。流れをつかめば覚えやすいぞ。受験勉強を思い出して憂鬱になるわ。そういえば、日本史には歴史書に記載されていない時代があるのを知っているか？え、どういうこと？日本の歴史は旧石器時代に始まり現代まで続いている。ところが、長い歴史の中のとある150年間の歴史が抜け落ちているんだ。150年間ってそれなりの時間よね。西暦で言うと266年から413年の間のことだな。この150年間に何が起きたのかしら。よし、じゃあ今回は日本の消された歴史150年、謎の4世紀について解説してやるぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。謎の150年とその前後の時代。歴史上から消された空白の150年は、日本ではちょうど弥生時代の終わりから古墳時代の始まりにあたるぜ。結構昔なのね。どんな時代なのかあまりわからないわ。まずはこの150年間の前後の時代について解説していこうか。266年以前の日本列島では、稲作を中心とした生活が営まれていた。日本列島には各地に小さな国が作られるようになって、王を中心とした政治が行われるようになったぜ。まだ一つの国じゃなかったのね。一つの国ではなかったどころか、小国同士の争いが絶えなかったという。そこで争いを収めるために小国同士は手を取り合うことになった。その中でも30ほどの小国が組んだ連合が邪馬台国連合だ。邪馬台国？聞いたことあるような。日本初の女王、卑弥呼の治めた国だな。卑弥呼はこの連合国家の女王として君臨したんだ。卑弥呼は争いを治め邪馬台国連合に平和をもたらしたんだぜ。へぇ、すごい女王様だったのね。卑弥呼の活躍は隣国にも伝わっていた。当時の中国大陸にあった魏という国では魏志倭人伝という書物が残されている。この書物に卑弥呼のエピソードが出てくるんだ。当時の日本は倭国と呼ばれていたんだが、卑弥呼は魏の皇帝に倭国の女王として認められている。他国の歴史書に載っちゃうなんてびっくりだわ。卑弥呼が亡くなると、国内では再び争いが起こるようになった。その後、伊予という少女が王となると邪馬台国連合に再び平和が戻ったと言われている。伊予が女王になった後も邪馬台国連合と中国の交流は続いていて、歴史書には、266年に伊予が中国に使者を送ったと記されているぜ。こんな昔から日本と中国で外交が行われていたのね。伊予が亡くなった後も交流は続いたの？それが、266年の記録を最後に中国の歴史書に倭国が登場しなくなるんだ。空白の150年の始まりだぜ。ここからだったのね。邪馬台国はどうなったのかしら。約150年後の413年、再び中国の歴史書に倭国に関する記述が登場したぜ。魏が滅びた後に中国に立った東晋という国に、倭国の有力者が使者を送ったという記述だ。有力者って、邪馬台国の王様かしら。いや、違う、使者を送ったのは大和政権の王さんだ。大和政権は、現在の奈良県のあたりを中心に支配を広げた政治組織で、現在の天皇家の祖先にあたるんだぜ。空白の150年の間に新しい国ができていたのね。弥生時代が終わり、古墳時代に入った日本では、有力な豪族が力を持ち始めた。豪族たちは連合を組んで勢力を広げ、次第に大君と呼ばれるようになったぜ。東晋に使者を送った王さんに始まる5人の王は、和の五王として知られているんだ。なるほどね。そういえば、邪馬台国連合はどうなったの？強い国だったし、大和政権と戦ったこともあるのかしら？邪馬台国の最後については詳しくわかっていない。同じく、大和政権の始まりも謎に包まれている。どちらも空白の150年の間に起こったことだからな。そうだった。日本史にとっては結構大事な150年だったはずだわ。150年で起きたとんでもない変化。空白の150年の前後を知ってもらったところで、この150年で起きた変化について話していこう。邪馬台国連合から大和政権へ権力が移り変わるという政治的な変化は語ったが、その他にもとんでもない変化が起きているんだぜ。面白そうね。まずは人々の生活から紹介していこう。卑弥呼が紹介されていた魏志倭人伝によると、この時代の日本には馬や牛がいなかったらしい。ところが、大和政権時代の遺跡からは馬の骨や馬具が大量に出土しているんだ。150年の間に馬と牛が飼われるようになったのかしら。全くいなかったものがたった150年で身近な存在になっているのも不思議だよな。続いての変化は入れ墨文化だ。邪馬台国連合の男性は、大人も子供も顔と体に入れ墨をしていたらしい。え、みんなそうだったの？ああ、男性全員が入れ墨をしていたと伝えられている。
男性なら入れ墨をするのが当たり前の文化だったのだろう。しかし、大和政権は無楽だ。入れ墨をする人がいなくなったどころか入れ墨が罪人の証と認識されているんだ。罪人？全く違うじゃない。150年の前後でここまで認識が違うのは不思議だよな。謎が深まるわね。あとは墓についても見ていこう。卑弥呼のいた時代では、死者を埋葬するときに宝墳や円墳と呼ばれる墓が作られた。四角や丸といった単純な形のお墓で、ほとんど丘のような形だぜ。大和政権ではどうなったの？大和政権では古墳時代の名の通り大きな古墳が作られた。代表的な古墳として前方後円墳が知られているが、前方後円墳は複雑な形状をしている。その上と鉄もなく大きいぜ。お墓が巨大化するなんて驚きだわ。巨大化するだけじゃないぞ。墓の中身も変化しているんだ。邪馬台国連合では古墳の副葬品として剣や鏡が備えられたが、大和政権では馬具や王冠が備えられるようになった。しかも、棺を安置する部屋には壁画が描かれるようになったんだ。内装も進化しているのね。古墳時代の古墳からは、中国や朝鮮の影響が強く見られる。文化的なつながりがあることが示唆されているな。大陸の文化と日本の文化が混ざったということかしら。そして極めつけは人間の変化だ。卑弥呼のいた時代、日本人の体型は、背が低くがっしりした人が多かったという。しかし、古墳時代以降は、彫りが深く背が高い人に変わっていったんだ。彫りが深く背が高い体型は、大陸系の人々によく見られる体型なんだ。住んでいる人まで変わるなんてあるのかしら？一体日本に何があったのよ。150年とは思えないほど大きな変化だよな。一体何が？空白の150年の真相とは？さて、ここまでは空白の150年の前後について話してきたがどうだった？いろいろ変わりすぎて衝撃だわ。教科書では、さらっと弥生時代から古墳時代に移り変わっていたけど、よく見てみると激動の時代だったのかもしれないわね。歴史に書かれていないからといって、特に何も起こっていなかったわけではないんだぜ。人の歴史はいつも動いているからな。霊夢は空白の150年に何が起こったと思う？平和な時代ではなさそうよね。全然わからないわ。空白の150年については研究が進められている。今回はその真相に迫った二つの説を紹介するぜ。気になるわ。一つ目は邪馬台国が大和政権になったという説だ。弥生時代の終盤に数多くの小国を従えた邪馬台国が、そのまま大和政権に変わったという考えだな。一番大きなポイントとしては、名前が似ているということだろうか。邪馬台国、大和朝廷、邪馬しか合っていないわよ。邪馬台国の名称は、当時の中国人が、日本語の読みに対して近い発音の漢字を当てたものだと考えられているんだ。山だけでも十分な共通点だぜ。当て字ならありえそうね。名前だけではない。実は、大和政権の中心地があった近畿地方に邪馬台国と見られる遺跡があるんだ。卑弥呼の墓と考えられる古墳もあるんだぜ。卑弥呼のお墓があるのはかなり説得力があるわね。邪馬台国が大和政権になっても不思議じゃないわ。そう思いたいところだが、邪馬台国の遺跡は他の場所でも見つかっているんだ。佐賀県に吉野ヶ里遺跡という弥生時代の村の遺跡があるが、この村こそが邪馬台国だという説もある。近畿地方に邪馬台国があったかどうかはまだわからないのね。全く別の場所に位置するとなると邪馬台国と大和政権は敵対していた可能性が高くなる。これが二つ目の邪馬台国は大和政権に倒されたという説だぜ。邪馬台国と大和政権の壮絶なバトルがあったのね。この説の根拠の一つに日本書紀がある。日本書紀は、日本の歴史と神話を書いた書物で、天皇家のルーツを示した書物だぜ。日本書紀には大和政権の王が登場するが、卑弥呼の名前は登場しないんだ。中国の歴史書には登場するのに日本の歴史書に登場しないのは不自然ね。邪馬台国はそれなりに大きな国のはずだし。日本書紀には239年に和の女王が義に使者を使わしたという記載があるが、邪馬台国や卑弥呼について明言していない。それどころか、この記載は日本書紀の中でも神宮皇后の功績を紹介するくだりにある。まるで義に使者を使わした和の女王は神宮皇后だよと匂わせているようね。卑弥呼と神宮皇后が同一人物ってことはないのかしら。そうとも考えられるが、だったら国名くらい出してもいいんじゃないか？外国の歴史書に出てくるくらい有名な名前や国名が明言されずにぼかされているのは不自然だろう。確かに。邪馬台国という敵国が行ったことを大和政権が行ったことのように書いている。邪馬台国の存在を否定しているかのようだぜ。邪馬台国と大和政権が別のものだとすれば、150年の前後で起きた文化的な変化の謎も解ける。邪馬台国と大和政権が本質的に別の民族だった可能性が示唆されているんだぜ。別の民族？大和政権は大陸文化の影響を強く受けていて人々の顔立ちも大陸系だ。
この事実から導き出されるのは大和政権は日本人じゃなかったという説だ。嘘でしょ？大和政権は大陸から渡ってきた騎馬民族なのかもしれないんだぜ。もともと日本人しかいなかった邪馬台国は屈強な騎馬民族の大和政権に敗北したのかも。勝利した大和政権は、邪馬台国の歴史書や遺跡を取り壊してしまい、邪馬台国の名前は歴史から消されたんだぜ。そして、不自然な空白の150年ができたってわけね。でも、大和政権って天皇家の祖先だったはず。そうだぜ、つまり、今の天皇家は日本人じゃなくて。マリサ、ストップ。なんか言っちゃいけない気がするわ。もちろんこれも説の一つに過ぎない。空白の150年が生じた理由としては、内乱で歴史書が焼けてしまったとか、そもそも内乱で忙しすぎて歴史書が書けなかったとかいろいろ考えられるぜ。ますます謎が深まるばかりね。さて、今日は日本の消された150年について語ってきたがいかがだったろうか。これは古代最大のミステリーね。開けちゃいけない扉を覗いてしまった感じだわ。わからないからこそ想像力がかきたてられるというものだろう。消えた歴史の真相を探るなんてロマンがあると思わないか。私たちの住んでいる国に隠された歴史があったなんて驚きだわ。これからの研究に期待だな。ってことは、真相解明されたらこれ以上覚えることが多くなるってこと？日本史の年表がより詳しくなるだろう。楽しみだな。もう覚えられないわよ。それじゃ、今日はこの辺で終わりだぜ。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録してちょうだいね。みんなの感想もコメントで教えてくれると嬉しいぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。